ローリーはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はノースカロライナ州ローリーにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ローリーは1889年12月19日にバージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍交渉で寄港する。1892年3月31日にアルフレッド・ W ・ヘイウッド夫人によって命名、浸水し。 1894年4月17日に艦長メリルミラー大佐の指揮下収益した。浸水後も5ヶ月間作業が行われ、9月初めにローリーはハンプトンローズに向かい、続いてチェッサピーク湾で成長を行った。1895年1月にロードアイランド州ニューポート沖で偽装が完了し、25日にカリブ海での戦闘訓練のため来た。 大西洋戦隊に合流し出行した。6月にニューヨークに向かい、続いて南へ向けて航海を続け、フロリダ半島付近を巡航した。8月に修理のためニューヨークに帰還し、その後部隊と共に作戦活動を再開した。続く10ヶ月間、ローリーは西大西洋での作戦活動に従事し、ニューイングランドからフロリダ海峡までの範囲を巡航した。 1896年の夏、ローリーはサウスカロライナ州とルージアナ州の海軍民兵を訓練し、その後東海岸に戻って北大西洋戦隊との演習を行った。10月末から1897年2月までフロリダ沖での中立パトロールに従事し、4月にノーフォークでオーバーホールを完了すると、グラント将軍の墓所の剣道式に参加した。 5月6日にローリーは東に向けて出港し、6月11日に英華海のスマーナにあるヨーロピアンステーションに到着した。7月にはモロッコへの親善巡航に参加した。8月にローリーはイタリア沖を巡航し、その後地中海西部に帰還した。12月までレバント沖で活動し、同月末にスエズ運河を通過してアジアステーションに向かう。 1898年2月18日にローリーは香港に到着し、ジョージ・デュイテイトクの艦隊に加わった。4月26日、連邦議会はスペインに戦線を布告した。27日に、船隊はマニラに向けて出航した。月末にローリーはエル・フライル島を通過し、敵砲台による砲撃を受ける。ローリーはコンコード、ボストンと共に反撃し、続いて、 スペイン艦隊に攻撃を行うためカビテに接近した。アメリカ艦隊は重列で航行し、スペイン艦隊に接近すると砲撃を始めた。2時間後、5度の交戦が完了し、スペイン艦隊は撃破された。沿岸砲台は格好の標的となった。5月1日の正午直前にローリーは、オリンピア、ボストン、ペトレルと合流し、 海軍交渉及び造兵省の砲台を沈黙させた。5月2日、コレヒドール島の降伏を要求するため、ローリーの主艦が上陸し、3日には砲台及び軍需品を破壊するための部隊が派遣された。午後遅くに同様の目的でパロカバロにも部隊が派遣された。その後ローリーは偵察警戒任務を担当し、9日には砲艦カヤを捕獲した。 7月にローリーはマニラ湾からスービック湾へ移動した。7日にグランデ島に砲撃を行い、スペイン軍部隊が降伏するまで砲撃を継続した。その後守備隊を上陸させた。10日にローリーはマニラに帰還し、その後スペイン軍が8月半ばに降伏するまで同地に止まった。ありがとうございます。